よろしいでしょうか、えーっと、お待たせいたしました、時間になりましたので、ただいまより始めたいと思います。えー、本日、司会を務めます、事通信の軽部です、えー。当クラブで、えー、企画員をしております、よろしくお願いします。えー、本日は、えー、マイナス金利の2回目、えー、ということで、えー、お招きいたしましたのは、伊藤正直先生、えー、東京大学名誉教授で、現在は大妻女子大学教授。 をされています、えー、日銀があの異次元緩和を始めて3年ということで昨日の紙面でもその総括的な話がいろいろ踊っておりましたが、えー、効果と副作用というのが様々に語られています、えー、今の日銀の金融政策を歴史的に見て何が言えるのか 中央銀行の役割というのはどう変化してきたのか、そういうことを先生からお話しいただければと思います。簡単に略歴をご紹介をいたします。伊藤先生は、えー、すいません、最近目が見えないもんね <laughs>、えー、1976年に東京大学大学院経済学研究科の博士課程を修了いたしまして、名古屋大学などを経て、えー 年あ94年、東京大学の教授になられました、で2013年からあ大妻女子大ですか、に、はい、行かれております、でえー、確か毎日新聞のエコノミスト賞を取ら,、えー、取られていたり、山一の写真で、えー な,なんて言うんでしたっけ、あれは、社 <laughs> 氏の,のあれですね、経営士の優秀社首相ですね、特にあの先生はあの日銀やあの財務省で、えー、これまでの古い文章と格闘なさいまして、えー、例えばあの財務省で言えば昭和財政史、あるいは平成財政史、こういうものをご執筆なさっています、あるいは日銀で言いますと、金融研究所。 あそこでバブルの研究、それからバブルの崩壊の研究をしていて、80年代、90年代を特にフォーカスして、第1弾の論文はすでに出されております、ネット上でも検索可能です、ね、検索できます。ということなので、えー、見ていただければと思います。きょうは大体先生から40分ぐらいを目処にお話をいただきまして、その後質疑応答というふうにしたいと思いますそれでは先生よろししくお願いします。はい えっとご紹介いただきました、えー、伊藤でございます。あの、えー、記者クラブにお呼びいただきましてありがとうございます。えー、この企画はなんかあの二回目だそうでして一、えー、回目ですね、えー。東端リサーチの加藤さんとワセ田の若田部さんが、えー、来てこのマイナス金利についてのですね、えー、まあコメントを,をされ そうです私も実はネットで拝見しました、でまあ,あの、肯定的な意見と批判的な意見といいますか、あるいは賛成論と反対論というか、その今起こっているそのマイナス金利そのものについてのお話っていうのは、すでにその1回目でされてるっていうことなので、今日はもうちょっと長いスパンをとってですね、 まああの中央銀行の金融政策の中で、量的な質的な金融緩和とか、ですねあるいはそのまあゼロ金利やですね金利政策っていうのを、どういうふうに考えたらいいのかというお話を、ああの今日は中心にえさせていただくことにしたいと思います。それででお話はですねえっとまあ2つ ないし3つの話をしたいということで、えー、一つはですね、えーっとまあ、ここに書いてある、マネーっていうのは一体その、えー、どういうふうにこう考えたらいいのかっていうお話です、えー、それからもう一つはですね、えーっと、中央銀行っていうのが何をやるのかっていうことについてですね、これ実はあの、えーまあ、第二次世界大戦後に限っても、ですね必ずしも、 その見方が一致しているわけではない、それはあの外から中央銀行を見て、何をやってほしいって思ってる中身もありますし、中央銀行自身が自分たちがです、ね、どういうことをするのかっていう、そこについての考え方っていうのも、ずいぶん変遷。 して,きております主要には、だから今日はあはこの2つのお話をさせていただくということにしたいと思います、でまあ、具体的にそういう話に入る前ですけれども、まあ、これ、皆さんもよくご存知のように、ア、まあ、ベノミクスっていうのがです、ね、スタートしましてで、2013年1月に出された3本の矢のうちの、まあ、第1の矢というのが異次元金融緩和。 量的質的金融緩和ということで、まあ、2年間で物価上昇率2%にするというのが、まあ、3本の矢の第1だったんですね。でまあこういう課題を掲げてるっていうもうちょっと前というか、まあ、例えば数十年前高度成長期ですとその金融緩和をするっていうことってのはどういうことかっていうとですね、まあ、景気を良くするとかですね 国際収支を均衡させるとか、完全雇用を達成するとか、そういうことのために、そのえー、金融政策っていうのはやる、まああの、ポリシーミックスとか、コンビネーションポリシーって言われて、財政政策と金融政策を一体化して運営するっていう、そういう時代があったわけですけど、これ、今、実は、えーっと、日本だけじゃなくて、ヨーロッパの中央銀行も、アメリカの中央銀行もですね、 えー、そういうことを政策目標に掲げていないんですね、えー、経済成長とか、国際収支の均衡とか、為替レートの安定とかですね、あるいはまあ今あ、黒田さんは言ってますけども、えー、円安にするとか、円高にするっていうのは、金融政策の目標にするのは間違いであると。 いうことがですね、1990年代ぐらいからですね、80年代の終わりぐらいから、えー、先進国の中央銀行の非常にあの重要な政策目標になりまして、単一の政策目標ってあの中央銀行は、えー、物価のみをですね物価を、物価の安定を目標にするんだと、景気を良くするとか、景気を悪くするっていうことはですね、中央銀行の政策目標にすべきでないということで、 まああの80年代の終わりから90年代にかけてヨーロッパの中央銀行というのはあの法律を改正してですねえ改正したんですよね全部法律を改正してえ政権が変わってもそのえ中央銀行の総裁変わらなくていいともうちょっと長く中央銀行の総裁がえ維持できてですねまああの保守党だろうと労働党だろうとあるいはキリスト教民主党 だろうと社会民主党だろうと、政権が変わって、経済政策の体験が変わっても、中央銀行はそれに左右されないで、中央銀行政策を行うべきであるというまあ形で、法改正や制度改正が行われたんですけれども、にもかかわらずですね、2008年のリーマン・ショックの後はですね、 えーまあ、日本もヨーロッパもアメリカもすべての中央銀行が実は、えー、自分たちが決めた歴史的な経験の中で決めた法改正に、まあ、あのにもかかわらず、まあ、景気回復の一端をですね、えー、物価上昇率、えー、デフレ脱却ということで、えー、課題に、えー、するというそういう意味ではその非常にまあ異常な事態にまあ今は。 えー、来ているわけで,すで、えー、まああの,そ,のそれを象徴するのは、まあ、この3本の,矢の第一なんですけどもそれであのまあいわゆるその非正当的金融政策といいますかあるいは黒田バズーカといいますか、えー、異次元金融緩和というのは2013年4月に導入されまして、えー、10月に拡大しそしてまあ今年の1月29日にですね えー、マイナス金利付き、量的質的金融緩和の導入という形で、まあ、進んで現在に、まあ、至っております、これ、最後に改めて、えー、少し見たいと思いますけれども、でえーまああのえー、1月29日にです、ね、マイナス金利をやったにもかかわらず、なかなかやっぱりうまくいかないということで、まあ、3月7日の総裁講演では、 えー、ここに書いてあるように、ですね期待インフレ率に働きかけて、実質金利を低下させるというのが、まあ、目的なんだということを、えー、答えたり、ですね、まあ、あと、まあ、こういう、えー、4つぐらいの疑問というのはですね、まあ、今でもあるんですけど、出てるのに対して、まあ、これ、いずれもその短期的にはそうかもしれないけど、長期的には絶対に自分がやってるマイナス金利というのは効いてくるんだという、まあ、回答を。 えしておられますさらにまあ3月15日のえ記者会見でも、ですね今後とも経済物価のリスク要因を点検し、えー、物価安定の目標の実現のために必要な場合には、えー、量、質、金利の3つの次元で追加的なまあ金融緩和措置を講じますということを、えー、言っておられます。えー、まあ特にここ数日ですね 株価は落ち円高になってるんでまあもう一回どっかでそのマイナス金利幅を拡大するっていうのをですね、まあ、やる可能性っていうのはかなり大きいんじゃないかと思いますでただまあ,あのこれはその今の政策でどこが効いてるか効いてないかっていう話をみんなしてるわけですけれども実はあのこの背景にはですね、えー、マネーって言いますか、えー お金とのはどういうふうに考えるかというです、ね、非常に長い歴史があるんですね。えー、これはまああの経済学の用語で言いますと、えー、通貨っていうのは果たしてその外政変数なのか内政変数なのかということをめぐる、えー、非常に長い論争があります、えー。19世紀からの論争がありまして、えーまあ、ここに書きましたように、えー、お金っていうのは通貨はリアルエコノミーのベールなのか あるいはその実体経済におけるえ生産や分配蓄積に直接影響を与えるのかをめぐる論争があります。えー、カレンシースクールとバンキングスクール、えー、通貨学派と銀行学派と言われまして、えー、通貨学派は貨幣数量説、えー、バンキングスクールは所得数量説というような 言い方をされておりますで歴史的にはですねまああの戦後ケインズ経済学ケインズ体制がですねケインズ的総需要管理政策っていうのが先進国の共通の政策になった一時期を除いては、まあ、大体その政策を転換しようとか新しい政策を出そうってう時は、えー、通貨学派的な考え方まあ今風に言うとマネタリスト的な考え方が えー、検事案的な考え方に対して勝ってきたことがほとんどなんですねどうしてかというとやっぱり通貨学派の議論って分かりやすいんですよね、えー、例えば物がある程度あってそこにお金がジャブジャブこう流し込まれれば、えー、かつて物1に対してお金が1だった時に物1に対してお金が2になればきっと物価は倍になるはずだと、えー、みんながそのお金を えー、マーケットにお金がじゃぶじゃぶになれば、えー、そうなるはずだっていうのは、非常に、まあ、分かりやすいっていいますか、えー、議論なので、まあ、そうなるわけです。で、実際に、えーまあ、あのピール銀行条例っていってですねイン、イングランド銀行で、まああのえー、今のイングランド銀行の枠組みっていうのができた、えー、銀行条例の時はですね通貨学派が、えー、勝利して、金本位制とか国際金本位制が、 作られたんですけどもところが現実にその19世紀の後半にですね経済がまあ展開していくプロセスでこの通貨学派的な議論で政策を運営してもなかなかうまくいかないんですよね。で、えー、実態としてはやっぱりこう銀行学派的ないろんな考え方や政策運営が順番に導入されてい 行きますえっと、イングランド銀行室、非常に熱いあの、セイヤズ人が書いた本があってですね。で、これはあの、えぇ、ー、まあ、戦前のお中央銀行総裁、世界の中央銀行総裁の中で最も優れた総裁だと言われたノーマンっていう人が、えぇ、ー、モンターノーマンっていうのが総裁を長いことやったんですけど、その人の、まあ、ま、伝記に近いような本なんですけど、そこで、いかにまあ、そういうその通貨学派的な、 えー、議論ですねお金をとにかくジャブジャブ入れたりお金を引き上げれば、えー、そのお金を入れたり引き上げれたりするのにその肯定具合を使うっていうやり方でその金利を、えー、上げればですねお金が、えー、使いにくくなる金利を下げればお金が使いやすくなるうそういう考え方だけでやっていくとどうもうまくいかないと。 いうのが非常にに詳しくそのインングランド銀行誌には書かれておりますで例えば、まああの、肯定部合を動かしても、市場金利がですねなかなか動かないということが19世紀の後半であってで、そのこと、後半からあって、そのことがいわゆるそのマーケットオペレーションといいますか、公開市場操作といって、ですね手形や債券を、えー、中央銀行がマーケットに売り出す、これを売りオペッツンんですけど、それから、 えー、市中にある手形や債券を、えー、中央銀行が買い入れる、これをまあ買いオペって言うんですけど、そういうことをやって、えー、マーケットを調節するということをやりましょうと公開市場操作っていうのが、肯定部合操作に加わって、ですね新しい中央銀行の金融政策として登場したり、ですねあるいは、えー、金利とは関係のないところで、中央銀行が持っている金をですね、 えまあ海外にえ売ったり買ったりしてえーまあ市中の金融市場をえ調整するというゴールドデバイスというような政策がまあ取られたりするわけですねで、まあ、実際にそのイギリス以外の国もこれもまあ皆さん同じように日本はえ日清戦争の賠償金でえ金本位制に移行するわけですけども。 まあ、フランスやドイツや日本やですねそういう国々が金、えー、本位制に移行していくときに金本位制のメカニズムが、えー、直接まああの働かないようないろんなまああの、えー、ショックアウトソーバーといいますかそういう装置をこう作り出して金本位制に参入するとうことをやるわけですね。例例えばフランスだと3分の1比例準備発行制度つって 金を持っている、フランス銀行が持っている金の3倍まで、えーあのえー、あの銀行券を発行できるという制度を取ります、日本も、成果準備発行って、金に対応して日本銀行券発行する以外に、保証準備発行っていうことで、ですねいろんな商業手形や外為証券やそういうのをこう発行準備にして、 銀行券を発行できるように、えー、したりですね。あるいはその、えー、いわゆるその金にすぐ変えられる。これはまあポ、ポンド、えー、預金だったり、えー、それからポン,ポンドイギリス国債だったりするんですけど、そういう外国に置いてあるお金を、えー、お金じゃなくて、えー、っと、まあ外、外貨や外国債券ですね。これをベースにその日本銀行券を発行できるようにしたり、えー、します。で えーまあ、国際金本位制というのもです、ね、実はあの、えーまあ、前提として、えー、金の輸出入を介して、通貨量と物価、あるいはこれに加えて、金利とか為替相場というのが、えー、自動的に調整される仕組みであって、これもです、ね、実は、まあ、通貨学派的な貨幣数量説や、えー、金の最低取引っというのを前提にして、 まあ運営される制度なんです,、ね、ですからまああの、えー、すごくまあマネーっていうのは全部その流通過程に入ってですねそれで取引に使われるんで、えー、景気を良くするあるいは、えー、デフレを脱却する、えー、物価の上昇を引き起こすにはマネーをたくさんマーケットに投入 すればいいと、まあ、こ,この金本位制のゲームのルールでいうと例えば輸出超過で、えー、外国に払うお金より外国から受け,の受け取るお金が多いと金がたくさん外国から入ってくるだその入ってきた金をベースにしてその国の銀行券が発行されるそうするとその国の銀行券がたくさん発行されることによってマーケットの、えー、流通する えー、銀行券の量、通貨の量が増えるんで、物価が上がってくるっていうような、そういう考え方、もちろん、あの、これ非常に素朴なやつで、えー、これに、あの、金利、肯定不合とか、いろんな金利が動くっていうのが入るのが、まあ19、1919年にイングランド銀行総裁だった、かつて総裁だった、管理府っていう人が作った、えー、管理府報告書っていうのがあるんですけど、まあ、そういう考え方なんですよね。で、 日本も実は、ですねこれ今もすごく、今の黒田さんのですね異次元金融緩和の時にしばしばあの、えー、と参照にされるのが、えー、高橋財政っていうですね、えー、昭和恐慌のあ九1931年、昭和6年の12月14日にですね政変で、まあ、最後のお勤めっつんで、高橋惠清がですね大蔵大臣に。 就任してですね、えー、昭和11年2月26日にですね、226事件で、えー、行動派の将校に暗殺されるまで、まあ、途中一時、あの藤井さんという方が大、えー、倉大臣になりますけど、その期間に取られた、えー、財政金融政策を一般にその高橋財政というふうに言っております。で、この高橋財政の最大の特徴というのは、 日銀でがですね国債を引き直接引き受けると、それまでは国債っていうのは、マーケットにある、例えばシンジケート銀行団が買ってる国債を日本銀行が買い入れるっていう、ですね市場から買い入れるっていうなことをやってたんですけど、でそれに対して、直接発行する国債を中央銀行が 引き受けて、中央銀行が買ってですね、それでお金をえ政府に渡して、で、政府はそのお金をベースにして、例えばここに書いてありますように、満州事変ですね、そのためにまあ大体13億円というお金を使いですね、あるいはそのえ農村救済の自極供給費として8億円というですね、お金をえ使うというですね、そういうまああの財政支出をやって、 えー、景気を回復させるっていうです、ねまあ、そういうその筋書きがあってで、まあ、今、日本銀行の副総裁をやっておられる岩田さんはですね、えー、昭和恐慌の研究というのを書かれて、えー、実は高橋惠清というのは、えー、マネーをですねとにかくこの時期にこういう形でジャブジャブマーケットに出すことによって景気回復をさせたんだと。 でそのアメリカの大恐慌の研究でですね、なんでその世界大恐慌が続いたのかについては、いろんな意見があったんですけど、でそれに対して、そのフリードマン・シュワルツツです、ね、ミルトン・フリードマンツーマンタリストの方がですね、非常に有名な論文を書きまして、金融政策の誤りが世界大恐慌をあれだけ長くしたんだと。で日本はそのの金融政策の成功が 日本を早く景気から回復させたんだというそういうその、まあ、本を書かれたわけですね、これは日本経日経経済図書文化賞を受賞された本なんです、でただし、本当にその景気回復に何が効いたかについては、現在でも論争があります、えーっと、金融政策じゃなくて財政政策がむしろやっぱり効いたんだと。つまりあの、えー、あのの 先ほどの,その岩田明子さんの主張というのはその政府支出、満州事変費とか自給供給費であの政府がですね需要を創出したというところがポイントなんじゃなくてとにかくそういうのを通じてお金をそのジャブジャブマーケットに出していったということが景気をよくしたんだという議論なんですけどそうじゃなくて財政政策そのものがやっぱりその景気をよくする非常に大きい。 あの機動力になったんだという議論があります今もそうですねもう金融政策ちょっと黒田さんがやってるのは、えー、ギリギリでも効かないからこれから財政出動、えー、するのが必要なんじゃないかとかですねあるいはその,その財政出動の手前に その消,費消費税を上げるとです、ね、非常にまずいんで、その税制をです、ねえー、もうちょっとその先送りした方がいいんじゃないかという議論があります、財政が効いたという議論があります、それからあと、えー、今申しましたその金融政策ですね、人為的低金利政策、金利をまあ実はぎゅっとこう引き下げていくんですけど、この低金利政策と見合う形での通貨の膨張は景気を良くする機動力になったんだという考え方も。 ありますそれから逆にですね、これはあの国際的なあの、えー、研究でですね、高橋財政に対する研究というのは実は、えー、あのアメリカでもですね、えー、韓国でも結構盛んに行われてまして、えー、むしろやっぱり為替の役割が大きいと、実は、えー、1931年高橋これ協が登場するまでは、 えー、100円が49ドル16分の9、だいたいその、えー、ぐらいの、大い,たいまあ100円が50ドルぐらいの、1ドル2円の、えー、交換レートだった、だ為替レートだったんですね、でこれが高橋光歴夫が大倉大臣に着任して、わずか1年で、昭和7年の12月にはです、ね、で100円が20ドルまで、まあ、あの下がるわけですよね。つまりあの、えー、分の1に円安 になってしまうとで、この円安がものすごいその、えー、輸出ドライブっていうのをですね、えー、働かせることによってこれこそが為替の切り下げっていうのは、えー、景気を良くしたんだと考え方もありますそれから関税政策ですねむしろその、えー、この時期に重化学工業を中心とする、えー、効率関税っていうのをかなりあの強く 引きましてそれでイギリスなんかがそのスターリングブロック作ってオタワ会議でスターリングブロック作っていくのに対抗して日本も円ブロックっていうのを作っていくんですけどこの交換税ですね重化工業品の輸入を完全に暴圧して輸出をこう促進できるようになったのが高橋財政の実は一番の功績なんだというそういうまああの議論というのは今もあって実はあの決着がついて。 おおりませんおりまませせんん、まあ、ですからあの、それと同じ日銀出身の方で、今、早稲田の先生になっている静さんという方は、これは為替がやっぱり一番効いたんだというあの、計量分析やってですね、言っておられます、ただし、同じ計量分析やったミ、えーソンチャさんっていう、こう韓国の、えー、先生はですね、いや、やっぱりこう財政が一番効いたんだって言ってますんで。 えー、なかなかやっぱり、えー、数量分析やってもどうなるかっていうのは難しいですね。で、えー、まあただそういう問題とそれから高橋財政を見る時にはもっと長いスパンで見なきゃいけないついう問題があるわけですね。というのはあの高橋財政が国際日銀引き受け始めたんですけれどもこれはあの昭和12年、えー、日中戦争が始まった時には、えー、臨時軍事費特別会計っていうですねこの臨軍 会計が出す国債を直接日銀が引き受けるようになりまして、で、どん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 、まあ、日銀引き受けっていうのが膨張していって、で、最終的には第二次大戦後にですね、まあ、ハイパーインフレって言いますか、えー、昭和9、11年価格と比較すると、まあ、大体270倍ぐらいのインフレーションですね。で、第二次世界大戦後だけとっても、70倍から80倍の インフレーションを引き起こしているわけで、まあ、ですからそういう意味ではその、まあ、インフレの危機っていうのが、ね、えー、まあ国債を中央銀行がえ無制限に引き受けていくという、で実際にそれじゃあ、ずっと持ってたかっついうと、実は高橋財政機も、ですねその後もえっとも、日銀が持ってる国債っていうのは、市中銀行に、え。ー 売り渡してるんですね今は逆なんですよね、市中銀行が持ってる国債を日本銀行がどんどん買って、で今、日本銀行が、えー、最大の国債保有者になってます、えー、銀行よりも多くですね、日本銀行のが持ってるわけですけども、でそういうプロセスの中で、何かのきっかけ、まあこの場合は、えー、配線。 ですね、無条件降伏ですけどそういうきっかけがあった後えー、ものすごい激しいインフレっていうのを、えー、引き起こしていくことになるわけですねじゃあものすごい大量の国債をどんどん日銀が引き受けたのになんで戦争中は、えー、インフレにならなかったんでしょうっていう話なんですけどまあい,いくつか要因があるんですけど一つはやっぱり植民地に負担を押し付けてるってことなんですねだから日本はインフレ起きてないんですけどもえー 台湾朝鮮ではインフレが起きてる、さらに満州ではもっとひどいインフレが起きてる、あるいは、えー、上海とかですね、えー、インドシナ半島とか南方ではですね、これはもうあの戦争中、太平洋戦争中に破局的インフレーションというのがもう起きてるわけですね。でそれはやっぱり日本軍が、 その日銀券をベースにして、軍票を発行したり、ですね満州中央銀行券を発行,したり発行したり、南方開発金庫券を発行したりして、その日本の国内の日銀券をその外のそういう通貨にこう代替させて、そちらでインフレーションを引き起こしていたので、相対的に国内でインフレが起きなかったということと、それからあともう一つやっぱり統制がものすごく強化されたということですね。 まあ表に統制があれば裏に闇ありということでえ闇っていうのは戦争中もあって戦後はものすごい闇が広がるんですけどもでもまあえその統制とそれから植民地っていうのがえ起きなかったで今実は今のそのえ国債の発行量っていうかえっていうのはですね対 GDP でいうと昭和19年第二次世界大戦末期の頃の 水準とほとんど、温暖化率がそれを超えるぐらいになってるわけですね、ですから、まあ,あの、にもかかわらず、えー、国債価格の暴落は起きてないし、ハイパーインフレも起きてないと、どうしてだろうかと、えー、マイナス金利になってもですね、えー、国債は、えー、暴落するどころか、むしろ、えー、上がっていると。 これはやっぱり、日銀が買ってくれるだろうと思ってるからですね、他で、国債、最後まで持ってたらマイナス金利になるわけですから、まあ、げ価割れしちゃうんですけど、まあ,あ、ある時点で日銀に買ってもらえるだろうというふうに思ってるから、まだ国債価格は暴落してないということがあるわけです、でこれがまあ一つです、あと何分ぐらい、らいあと15分ぐらいですか、<laughs> はいはい。 えっと、でですね、まあ、そういうふうに、マネーっていうのをですねどう考えるかっていうことについて、えーまあ、ですから、の今の黒田異次元金融緩和、あるいはマイナス金利っていうのは、マネーっていうのを非常に貨幣数量説的にって言いますか、さっき言いました、その2つのグループでいうと、えー、カレンシースクールですね、通貨学派的な形で、 マネーってていうのを考えてそれでそのマネーをそのマーケットに投入することによってえ物価もですね経済成長も動かすことができる逆に言うとそのマネーは実体経済のベールだからマネーを大量に投入すればその分だけ物価も上がっていくはずだと物価が上がっていけば企業の利益が上がってえそれからまあ 給与も上がって、で、そのことによって、企業は研究開発や、えー、投資を拡大できるし、えー、家計は消費を拡大できるっていう、そういう考え方なんですね。だけど、これはもう19世紀から、いや、そんなことはないと、そんなに、そういう形でマネーっていうのは機能するわけじゃないよと、えー、実際に、えー、マーケットに出てたマネーが全部使われるわけじゃなくて、ちゃんと、 貯蓄されてです、ね、10年ぐらいまで取っといてその後、えー、研究開発投資とか設備投資をつふう風になる場合もあるまあまあこれも貨幣の非常に入門的なところで言うとその流通手段としての貨幣を重視するのか、えー、築造手段、えーまあ、貯めとく取っとく貨幣を重視するのかっいうそういうその,、えー、あの貨幣理論についてのまあ,あの長い対立の 1>, 1コマが今の,、えー、あの金融政策の背後にはあるということなんですね。で、これがまああの2のところで言いたかったことです。じゃあ、それじゃあ、その金融政策って一体何なのかということなんですけれども、この中央銀行の金融政策っていうのは、まあ、よく3階建ての構造っていうふうに言われてます。えー、政策手段 えー、グリップですね。どういう手法で、えー、やるのかということと、それからまあ中間目標と、それから最終目標ですね。それで、第二世界大戦後です。は、1945年から大体まあ1975年ぐらいまでの間っていうのはですね、えー、アメリカや、えー、ヨーロッパや日本の中央銀行っていうのは、ポリシーミックス、コンビネーションポリシーということで、 最終の目標っていうのをいくつか持ってましたもちろん一番大事にしたのは通貨価値の安定ですで通貨価値の安定っていうのは国内的には物価の安定で対外的には為替相場の安定ですでもあの国際的にですね、えー、第2次大戦後の IMF っていうのは えー、固定相場制アジャスタブルペグって,ってですね調整可能な固定相場制として運営されていたんで、ドルとポンド、ドルとマルク、ドルとフラン、ドルと円、すべて固定レートで、例えば日本だと1ドル360円というレートで、1971年の8月15日までは運営されてたんで、えー、こ,れをこれが動きそうになると、これを安定させるというのは課題だったんですけど、 1971年のニクソンショックから後っていうのは、えー、フローティングレート、変動相場制の時代になりましたんで、えー、対外通貨の対外価値を安定させるっていうこと自身が、政策目標から外れるんですよね、商品の価格と同じであると、為替レートはというふうになるんで。 それじゃあその通貨価値の安定ってのは何かって言ったら国内の物価の安定ということになります。で、さらに先ほど申しましたように、その政策の最終目標としては、成長通貨の供給ですね。例えば、えー、高度成長期の日本で言いますと、実質成長率10%を実現しましょうとかですね。から国際収支の均衡。この頃まだ、えー、経常黒字ではない赤字の時代もあったんで、赤字を減らして黒字にしましょうとか、 完全雇用の達成を目標にしましょう。この、えー、通貨価値の安定にプラスする他の3つの課題のどれを重視するのかということで政策が運営されています。で、さらにそういうのを実現するために、えー、金利を、市中の金利が高い、高くするか低くするか、あるいは市中の通貨量を、えー、増やすか減らすかという、えー、ことで政策目標が 取られていていそれを実現するための手段として、中央銀行が出す公定部合を上げるとか下げるとか、あるいは、えー、先ほど申しましたように、売りオペ、買いオペという形でマーケットオペレーションをする、しない、それからまあ今、えー、超過準備ということですごく大きくなってますけど、本来は大強行期にですね、えー、市中銀行が持っている 総資産総負債のうちの、まあ、例えば1割とか15%とか、まあ、一番ピークの時にはアメリカなんかは2割っていった時期もありますけどそれぐらいを中央銀行に預けさせてでそのことによって、えー、銀行の取り付けとか不況があった時に中央銀行がそのキャッシュをですねその自分が預けてる当座預金で預けてるやつを払い出すことによって えバンクランといいますか、銀行破綻が起きないようにする、そのための預金準備っていうのが置かれるようになるんですね、でこの預金準備の額を増やすと、市中銀行にある手元の流動性が縮むんで、貸し出しを少し減らそうと考える、逆にこの預金準備率を下げれば、市中銀行がえ使えるえ流動性が増えるんで、貸し出しを行う、こういうまあ政策体系だったんですよね。 で、ところが、まあえー、で、まあ日本の場合は、それに加えたの、ウィンドガイダンスっついうのがあったんですけど、えー、ところがですね、まぁ、あ、1960年代割から70年代ぐらいにかけて、えー、スタグフレーションという状態がですね、えー、先進国で共通に出てきまして、で、その、それにまあ対処するためには、えー、通過量を調整するっていうのが、 一番大事なんじゃないかということで、それまでの公定倍政策からですねマネーサプライコントロール、まあ、今あ、マネーサプライという言葉は使わないで、マネーストックという言葉を使ってますけれども、マネーサプライコントロールを中心にしましょうといで、ヨーロッパもアメリカもですね、何パーセントのマネーサプライの伸びを実現するという目標値を設定します。で日本は実は実あの このマネーサプライについて目標値を設定したということはありません、えー、ただ、実際にはです、ね、目標値的な運用をしてた時期もあるんですけど、まあ、一応予想値というのをです、ね、1978年の第三四半期から打ち出しましてやっております、ですから、まあ、あの通貨の安定とのマネーサプライを見ることによって、行の暑になってきます。 でこれがですね、1980年代になりますと、えー、日本だけじゃなくて、アメリカでもヨーロッパでもですね、実はあの、えー、中央銀行がコントロールできるお金、これを、まあ、ベースマネーとかマネタリーベースって言うんですけど、これとマネーサプライとの間の安定的な関係が失われたということで、もうちょっとマネーサプライを目標にして、政策運営やって,てもうまくいかないんじゃないかということで、まあ、物価をですね、 市中の物価をターゲットにした政策に、えー、しましょうというふうに変わってきますで、えー、公開市場操作が中心の政策運営になりましてで金利としてはですね、まあ、今も実はあの、えー、政策金利っていうのは、えー、コール市場での、まあ、オーバーナイト金利ですねこれをまあターゲットにしてるんですけれども、えー、これを中心にした政策に し、えー、しましょうということで、1998年の新日銀法でも、ですね、えー、目標あの、えー、第2条、第3条、第4条で、ですね、えー、日本銀行の目標というのは、物価を安定させることと、信用秩序を維持することだと、でそれ以外のことは、中央銀行の政策目標にしないと、つまり、えー、高度成長期になんとなくあったですね、えー、経済成長を実現する、景、ま、気、あ、を良くするとかね。 国際収支を均衡させるとか、為替レートを円高にするとか、円安にするとか,か、為替レートにはですね、金融政策を割り当てないというですね、それからその経済成長、経済発展には金融政策が割り当てない、金融政策っていうのは、単一の、とにかくあの、えー、社会がどういうふうに動いても、えー、通貨価値を安定する、物価を安定するということを、単一の目標にして、 政策運営をすべきであるというふうにまあ変わっていくわけですね。で、ところがさっき申しましたように、えー、そういう形で政策運営をやっていて、でえーまあ、その政策運営から実は、やや離脱するのは、実は日本が一番早いんですよね、えー、あのゼロ金利政策っていうのを90年代の終わりにとります。 2000年代の初めにゼロ金利を解除して量的緩和っていうのを行います始めますでこのゼロ金利解除量的緩和をやった時にですねえー、ヨーロッパの中央銀行やアメリカのフェドーはですね日本はなんてバカなことをやってんだということを言ったんですよねところがまあ2008年のリーマンショック以降ですねえー、ヨーロッパも、えー、アメリカも日本もですねえー、一斉にまあ 非正当的な、えー、金融政策ということで、えー、金利ではなくてですね、えー、まあ、あの、日本銀行の東西預金、えー、まあ、超、超過準備ですか。ここを目標にした、えー、金融政策を行うというふうに、まあ、政策が変わるわけです。ですから、まあ、今言いましたように、えー、一体その中央銀行が、まあ、コントロールが可能な、 物ってののは一体何なのかと通貨量なのか利子率なのかとあるいはその、えー、通貨供給量を、まあ、一定の量で増加すべきなのかそれとも景気の状況に合わせて、えー、あの調整すべきなのかというそういうその、えーまあ、中央銀行が取るべき、えー、中間目標と最終的な目標についての考え方 っていうのはですねやっぱり1980年代90年代特にまあ日本の場合ですとバブル崩壊から、えー、失われた20年を経て現在に至るまで、まあ、あのかなりやっぱりその考え方において変,変化があるというふうにまあ考えた方が、えー、いいわけですね。 えーまあ、ですから、まあ、あの建て前としては今の日本は物価の安定と金融システムの安定というのが、まあ、インフレがないということはそういうことだというふうに理解して政策運営がされているということだと思いますで、えーまあ、先ほど申しましたように、えー、従来、ですね為替レートとマネーサプライを中間目標として運営してきたけども、えー、中央銀行に対する信任が得られなかったとかですね あるいはその、まあ、物価安定というのは目標が単一なんで非常にあの、えー、政治経済学的に効果があるということでですね、えーまあ、物価安定を唯一の目標にすべきという考え方が、まあ、2008年のリーマン・ショックまで強まってきたわけですねで、えーまあ、これ実は1970年代にもですね東京大学の小宮隆太郎 っていう先生と日本銀行の富山茂さんというの,のの間でですねこの現金通貨という金通貨の関係どう考えるかということについて論争がありましたそれから90年代の初めもですね当時、あの日本銀行今京大におられる沖縄さんと金融研究所の所長と沖縄さんとそれから当時、学習院の先生だった今、日本銀行の副総裁やってる岩田紀久夫さんの間でですね沖な岩田論争がありました。つまりあの 中央銀行がベースマネーを、えー、増やすと、ですねそうするとその、えー、上数倍の割合でマネーサプライ、えーまあ、マネーストックというのは増えていくはずだという考え方とですねそれから、いやいやそんなことはないと、えー、預金あのマネーストックってあの、えー、っといわゆる 中央銀行のですね、銀行券と、それから中央銀行に対する、えー、市中銀行の預け金、これをベースマネーって言うんですけど、それにですね、えー、市中銀行にある、当座預金とか、定期預金とか、それからまあ CD ですね、譲渡可能定期預金証書とか、こういうのをその、両方合わせたやつ、現金、これをまあ、預金通貨っつうんですけど、現金通貨と預金通貨を合計したものが、 マネーストックなんですねだからだいまあ今ですと、えー、と日本銀行のですね日銀券がだいたい80兆から90兆ぐらい発行されてて、それでその、当、え、座、ー、預金がですね、えー、と300兆弱あるわけですね、でそれに対して、えー、と日本銀あの市中銀行の当座預金というのは日本銀行に対する市中銀行の当座預金ですけど、それにさらに、 えっとあの市中銀行の当座預金や定期預金や CD 合わせるとたい1000兆円ぐらいになるんですねだからまあ300何十兆対1000兆円という関係でそのどういうふうに、えー、このベースマネーが動くとマネーストックが動くっいう考え方で運営されるんだけど実は、えー、そういうその民間の預金というのは民間の企業の活動が活発化して 企業に対する貸し出しが増えると預金が増えるんであって別にその中央銀行がお金を出すと増えていくつもりじゃないんじゃないかっていう考え方も片方で有力にありますこれはさっき言ったそのバンキンキグスクール的なな見方なんですねでそれに対して上のベースマネーの上数倍貨幣上数倍がマネーストックになるというのはこれは カレンシースクール的な見方です。こ,のこれをめぐって論争がさっき言いましたように70年代にも90年代にもあったんですね。で、えー、まあ今はその日銀券をいくら市場にばらまいても景気が良くなるとは限らないという、えー、状況にあるというのと、いやいや短期はそうかもしれないけど長期で言ったら絶対うまくいくはずだと、えー、黒田さんのですね、えー、主張っていうか、まあが、 あるわけです、ね、それですでにもう時間が、えー、なくなりましたんで、えー、ちょっともうちょっと詳しく、えー、本当はあの、えーまあ、今のマイナス金利に至るプロセスで、えー、福井総裁の時の量的緩和っていうのがあって、続いて白,白川総裁の時の包括的金融緩和政策っていうのがあって、ですねそしてまあ今の、えー、量的質的金融緩和の導入っていうのが、えー で、ですねで、えー、拡大があって、えー、現在に来てるというところがあるんですけども、まあ、そもそもそのマネタリーベースを増やせば、期待インフレ率が上がるという大,大前提が、えーまあ、どっちかというとあまり根拠がなく、ですね理論的のみならず、実証的にも、まあえー、実証的っていうか、現実的にも実はまあそういうふうには え推移していないといなとととうこですねそれから、まあえー、長期国債の買い入れ余力といいますか、まあ、札割れといいますか玉不足になってくる、まあ、そろそろ限界に来てる、まあ、もっと国債どんどん発行させればいいじゃないかという議論も一方でありますけれどそれからあとインフレ期待効果というのがですねこれはまあ期待に働きかけるというのがかなりもう立ちますんで、えー 効果が低減してきてきですねでそうすると本来であれば出口戦略を考えて短期的な政策、まあ、イエレンなんかはアメリカでいつ脱出するかついことを一生懸命言ってたわけですけれども短期的政策であったはずの量的質的金融緩和っていうのがまあ長期化していくあるいは、えー、短期金利と長期金利のイールドカーブがすごくフラット化していくことによって まあ、あの金融機関のです、ね、バランスシートリスクというのがもうちょっとやっぱり大きくなってくるのではないかと、それから、まあ、あの長期的には景気は良くなって大丈夫だという見方に対しては、えー、長期的には先ほど言ったように国内的には財政インフレの、えー、危険があり、ですね国際的にはまあ大強行期のです、ね、通貨切り下げ競争に、えー、突入していくつ危険もまあ,あるのではないかということで、 まああのえー、私の個人的な見通しとしては、えー、早めにいろいろ問題はあるんだけど出口を、えー、考えた方が考えないと、えーまあ、中長期的には非常に大変なことが起きてくるんじゃないかというふうに、えー、見ているということで最後ちょっと。 一番最後のところかなり駆け足になってしまいましたけれども以上で、えー、話は、えー、終わりにさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました、えー、ありがとうございました、えー、我々が日常を書いたり読んだりしているその最近の金融政策の方長い貨幣理論のその争いがの上に立ってるっていうとまあ。 身が引き締まるというか、なんか絶望感にとられるというか、非常に感慨深いお話でありがとうございました、えっと大丈夫です、あ先生の先生も今、ご了解いただきましたので、えー、2時過ぎぐらいまで、えー、質疑応答の時間にしたいと思います、えー、今日はあのこれだけいっぱいの方が来,ら来ていらっしゃいますので、えー、幹事の質問特権を放棄いたしますので、えー、どなたか質問がある方はいかがでしょうか。えー どちらかいらっしゃいませんでしょうか。それであの質問がある場合はえっ、ー、とお名前とご所属お述べになってからあのマイクの前で、えー、お願いをいたします、えー。いかがでしょう。はい。すみません、えー。デモクラテレビの山田と申します。あの、えー、今の中でですねちょっと抜けてるんじゃないかと思うのは。 すでに国際バブルが起きているのではないかという感じの印象を私は持つんですが、うん、確かに今、先生このままだと中長期的に大変なことが起きるんじゃないかという話をされているんですけどじゃあ中長期的にどういうことがどういうふうに起きるとお考えになっているんですかということが一点と、うんうん、その中長期ってどれぐらいかんだろうなとみんなここのところで。 こんなことやってたらいつかはと言いながら、明日大丈夫、まあ、来年も大丈夫だろう、黒田さんの言うちは大丈夫だとかね、そういう話になってこうぐるぐる回しになってるんだけど、そんなのんびりした話なのかなということと、仮に国債が今、バブルだとしたら、バブルは必ずはじけるわけですよね、でねでマイナス金利というのは、どう見ても異常な状況で、この状況というのを今、ここにある危機と考えなくていいのかどうか、その点についてお願いします。あの えっと、山,山田さんのご質問ですが、ご意見に私はほとんど異議はないんですけれども、まああのえー、黒田さんは、差し当たりは参院選まで持てばいいと思ってやってんじゃないかって気もちょっとしないでもないんですね、ですから、あのもう一段の金融緩和つかの、えー、マイナス金利導入した時にですね、あの えー、ECB や、えー、ヨーロッパの国のマイナス金利の水準というのを一緒にこう出してまして、えー、ですから、まあ、あのもっとマイナス金利幅上げることだってできるんだよというそのインプリシットなメッセージであれを出してるわけですからもう1回やると思うんですよね。であの少なくくともその日本銀行が、えーまあ、あの国債を買ってくれる限りは 山田さんがおっしゃるように、まあ、実際に国債バブルじゃないか、えー、もう国債は限界じゃないかと言われてても買ってくれるんであればほかに運用するよりは、えー、買っといた方がいいという状態が今も続いているわけですよねですからまああのそこが非常にはっきりとした問題になるのは一つは 日本銀行のバランスシート既存というのが起きてくるときが一つですそれからもう一つはさっき言ったようにあの、えー、国債が、えー、暴落する長期金利が上がればですね国債が、えー、国債の価格っていうのが下がってくるのはこれはもう理の当然なわけですからで,でじゃあそのさっきちょっとあの 高橋財政の時の話したんですけど、高橋財政の時にどうやってそれ、克服したかというとですね、1932年の11月から国債日銀引き受けっていうのが始まるんですけど、その前に32年の7月にね、国債の標準価格制度っていうのをやってるんですよ、それ、どういうことかっていうとですね、大倉大臣が国債の売買価格はこの値段にするって決めたら、その値段でみんな買いなさいっていうことを、 やるんですよね。だから金利をどん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 下げてそれであの、えー、国債の金利も下げるんだけど国債金利よりも低いように市場金利をしといて国債を純在化してしかもその万一何か起こった時には今マーケットで国債の値段って変わるわけだけど国がこの値段で国債、えー 買いなさいと買,い買うことを決めますって決めちゃったのが32年7月の国債の標準価格制度ってやつなんですよ。だから必ず国債はこの値段で買えるんでみんな国債を持ってで大丈夫ですよということをやるわけですね。これもだからいわゆるその民主主義の市場経済の国ではなくってもう完全なその統制国家のやり方市場経済の中に非常に激しい統制を 埋め込むやり方っていうのがあの昭和7年のですね32年の夏以降スタートするわけですだからそういうことが今果たしてできるかできないかで,できないとすればそのいつ国債価格が暴落してもおかしくはないでしかも、えー、この日本の今国債の GDP 比っていうのは、えー、ギリシャ 以上の段階になってるわけですから、えー、まあ、ほとんど国内が持ってるから大丈夫だという議論もありますし、それからあと、えー、あの個人貯蓄がですね、えー、日本の場合には、えー、ものすごく、えー、金,融金融負債、えー、大きいというけど、金融資産だってたくさんあるから、差し引きすれば、まだまだ国債は、えー、やっていけるといううな議論もありますけれども、私は、 え相当やっぱり危機的な状況があってですね、えーまあ、あのいつ、その国際科学の暴落が起きてもおかしくないと思うんですね、ただ、先ほど言いましたように、昭和7年の11月に日銀引き受けが始まって、ですね破局的インフレーションになるまで、やっぱり13年とか15年とかですね、かかってるんですよね。 だ梅毒と同じでですね表に出てくるのがすごく潜伏期間がすごく長いというのがですねそのマネタリーなマネーの,そのえーっと機能というところではあるんでこれいつ起こるかというふうにご質問があってですねこれいつかわからないとしか言いようがないんですけどかなり早い時期にそういう危機的な状態が起きてもおかしくないという状態なので。 それが起きないように予防措置としてやっぱり出口を早く決めて早く出口出ないといけない相当、そのやっぱりこういろんな矛盾や軋轢が起こるだろうけれどももう出口に行くべきだっていうのが私の今の考え方です。 出口に出ようとしたときに暴落が起きる可能性ありますね、で暴落が起きたときに一番傷がつくのは、実は今、市中銀行ではなくて日本銀行で、日本銀行のバランスシート既存というのが一挙に表に出てきて、でそのことが中央銀、日本銀行券に対するコンフィデンスの喪失につながるのが一番あの恐ろしいんで。 結局、やるぞって決めて現実にはグラジュアルに順番にやっていかざるを得ないと思うんですけど、うん、よろしいでしょうか他に質問ある方いらっしゃいませんでしょうかどう,どうぞ、積極的にどうぞテレビ東京の大江と申しますけどありがとうございます。あのー その出口についてとても気になるんですけれどもなるべく経済に大きなダメージを与えない形でのその出口に向かっていく方法というところで言いますと先生はどのようにお考えでしょうか。あのまあ、あの私はその、 まあ大蔵省の財務省の回し物ではないですけど、やっぱりあの今、日本は財政再建って絶対必要だと思ってるんですよね、ですから、ああどういう形であれ、消費税の10%への引き上げっていうのは必要だと思うんですけれども、えー、片方で僕は、89年水準までね、所得税を戻すべきだと、大体いい今一段のその、 あの、法人税の引き下げとかですね、所得税の低下つってますけども、89年水準まで、あの、所得税水準を戻す、戻すだけでですね、二十数兆円出るんですよね、お金が。ですから、その、税制の方の、その、所得税の、引き上げと、 消費税の緩やかな引き上げをですね、同時に達成し、財政再建を行って、えー、国債依存度をですね、今、まあ、えっと、30兆っていうのを限界にしてて、現実には44兆とか45兆って毎年国債が発行されてるわけですけれども、これをまあ減らしていくっていう形でやるしかないと思う。で、その、そのことっていうのは、まあ、ある意味では、その、あの、短期的には僕はあのデフレ、 いわゆるその通常言われているデフレショックというのが起きる可能性はあるんですけれどもやっぱり次の世代にあの、えー、負担をですね負わせないっていうことを考えた時に今の世代の負担と責任である程度今のこう危機的な状況っていうのを、えー、突破するっていうです、ね、そういうその、まあ、あの政策っていうのを、えー、出すということが 必要だったのが私の意見なんですけれども。ありがとうございます。そうなりますと、その財政再建と。景気のこう回復というのは。両立はしないというふうに、もう覚悟していた方がいいんでしょうか。かなり。家計にとってはダメージがありますよね。あの、えっと、景気の回復っつった時にですね。あの。 例えばあの中国、今6%成長に落ちて大変だって言われてますけどあのもういわゆるその大量生産、大量消費の時代ではないわけですよねだから、新産業を見つけるとかそのいろんなこと言ってますけどその三種の神器とか新三種の神器とか三四とか新四県とかっていうふうにです、ね、国の中のすべての人たちが欲しい。 必要だと思うようなそういうその社会ではあの日本もヨーロッパもアメリカ先進国なくなってるわけですよね。だからあのどんなものを作ったってそのすごくあのこれから作り出される新商品っていうのはあの選択的消費であったり検事的消費であったりもうとにかく一部の部門にこう需要があるっていうのはそういう商品 開発するっていう、そういう商品でしかあり得ないので、むしろ、その1、1%成長でもですね、安心して暮らしていける。えー、まあ実際に最近来た、あの、クルーグマンもですね、GDP 低いけど、生活の質そんな落ちてないじゃないかと。日本人はみんなそれなりの生活してるじゃないかっていうようなことを言ってるわけですよね。ですから、あの、 高い成長、新産業、えー、大きな発展ということを政策目標にするんじゃなくて、1%成長で全体がゆったりとしたゆとりある生活ができるような社会の仕組みっていうのをどう作るかっていう方に、政策目標を切り替えるということをするっていうのがね、あのえー、財政再建と経済成長経済発展っていうのは両立しないんじゃないか ですかっていうのに対する、まあ、いやいやそ、そんなことありません、それは3%とか4%成長を求めるからそうなるわけで、1%成長でできる限りそり格差が、えー、少なくって、まあ、きちっと安定、社会が公正で公平で安定した、えー、あの再生産ができるような仕組みっていうのを考える、そちらの方に政策の重点っていうのを切り替えていくべきだと思うんですね。 えー、よろしいでしょうか。えー、っとあと一二問えと、ー、取りたいと思いますどうぞ。個人、えー、会員の山田と申します。あの先ほど先生の、えー、日銀の破局的云々っていうのも私もわ、えー、かる感じがするんですけども、もう一点それに関して国民の経済生活これへの影響。例えばですね、えー、メガバンクの総取りが、えー、だいぶマネ資金でも。 だだんだんいいてくるかもしれないただし、口座維持、手数料などはまだ考えてないというようなことも言ってましたけれども、マイナス金利の国民生活へ与える影響を先生、どんなふうに考えていらっしゃいますでしょうかあの、マイナス金利の国民生活に対する与える影響は、先ほど、ここに今、一番最後のところ、4つぐらいの、 えことがあってですねこの4つが全部まあ国民生活に影響を与えていくと思うんですけれども、今のご質問の趣旨で言いますと、例えば、その預金,預金金利にです、ねえー、マイナス金利をつけるっていうことがあるのかないのかとか、そういうご質問なのかと思うんですけど、まあ、一応今のところはやらないっ言ってますよね。やらないっつって ってるんだけど、まあえー、あの昔はですねあの企業の当座、えー、預金っていうのは、えーまあ、江戸時代の,その両替もそうですけど保管料を取ってましたし日本だけじゃなくて外国でもそうですから民,民,間民間の、えー、預金がマイナスになるっいうことはあるかもしれない。だからこの今のの今さんの 政策っていうのは、ですね量的質的緩和っていう政策と、それからマイナス金利が持っている、そういうそのむしろその収縮圧力と、ですね両方、ちょっとあのですから、引き裂かれの片方は緩めようとで、こっちも金利で緩めようとしてるけども、実態の量の方では縮むことになるわけですから。 だからそういうその矛盾した政策なので、いずれにせよ、これは長く続かないというふうに思います、うん、ありがとうございました最後の質問どうぞ。え 時事通信の荒木と申しますリーマン・ショックのあの金融緩和がずっと続いてきてそのやっぱりその株が上がったりしたわけですけども年明けからあのガクンと落ちているわけで中国の経済も相当おかしくなっていると思うんですねだからその今回、やっぱり大きなバブルの崩壊なのではないかと。 でえー、そのリーマン・ショックに匹敵するあるいはそれを超えるような、ねそのえー、経済危機というのはこれから来るのかどうかそこをどうもご覧になっているかちょっと教えていただければあの、えー、っとリ,リーマン・ショックが起きて何年か経ったところでですね、えー、岩波のブックレットで、えー、実はあの、えー、ブックレットを書かせていただきまして。えー 私がつけたタイトルじゃないんですけど金融危機は再びやってくるというタイトルでですね本が出まして、えーあのまあ、私は、えー、結局、まああのえー、一番のシステムのね国際システムの一番の根本的問題っていうのはあの1971年まで、えー、1ドル360円だったのがね今、1ドル、まあ、120円といいますか。 ピークの時は1ドル79円とか77円までいったわけですよね、つまりあの国際的には基軸通貨としてのドルへの信任が失われていると、だけども短期的にはね、1980年代以降、そのデリバティブとかそ,そういうのでね、そのオフバランス取引で使われてるマネーってのは圧倒的にドルなわけですよね。 で、だから長期的にはものすごく信用を失っている、ずっと持ってると損するドルが、短期的には円とかユーロとか、えー、ポンドとかでですね、あの調整するよりは、一番その低価格で、いつでもその、え換、ー、金できて、えー、効率的な マネーになってるっていうね。そこが一番の矛盾だと思うんですよね。で、そこが解決されてない。まあもちろん一時期ですね、リーマンショックの後、金本位に戻ったらどうかとかですね、あるいは、ケインズのバンコールに近いような、ああいうのをもう一回、えー、作ったらどうかとか、それから、えー、68年に作られた SDR ですね、SDR をもう一回活用したらどうかとか、あるいはその複数基軸通貨はどうかっていうような議論があったんだけど、 そういうその国際的なその資金移動に,そのに対するその安定的な通貨っていうのを供給することに今の世界っていうのは成功してないんですよね。変わるその基軸通貨ができてないできてないんだけれどもそのボーダーレスエコノミーグローバル化っていう中でそのものすごい勢いでその、えーまあ、マネーが。 実,実体経済リアルエコノミーで必要なお金の100倍以上のお金が世界を駆け巡ってるわけですからですからまあ,あの普通の理論で言うとその経常取引の裏側に資本取引があるっていうのが国際経済の国際金融論の一番ベースだったんですけど今はそうじゃなくて資本取引の裏側に経常取引があるっいうのが今の状態なわけですからですからそういう意味ではそのリーマンショック以降のが1回収束して今に。 至ってるわけではなくてリーマン・ショックで起こったようなものがまあ潜在化してですねだからリーマン・ショックでアメリカに起こったやつがヨーロッパに移って、えー、ギリシャ危機になったりですねあるいはそのスペインや、えー、スペインのバンキアっていうのが潰れたりですねああいうその、えー、金融ヨーロッパにおけるその金融不安定っていうのがずっと続いてるわけですねで今も、えー、ギリシャに対する、えー、支援でですね もう一回支援してもらわないとギリシャ危機が再発するかもしれないというふうに言われているわけですからですから、その限りではいつリーマン・ショックと同じようなのが起こってもおかしくないという状態だというふうふに思います、その時にただ、そういうそのリーマン・ショックのようなショックが起きた時にこれが世界金融危機に波及しないようなそういうその絆創膏張りですね。 それが必要で,で、これはだからかつてだとそれをやってたのは G5 であり G7 だったわけですね、だけど、その G5 や G7 信用できないということで今、G20 になってて、だからすごいその高度成長期のようなその世界経済がすごく同心円的な、えー、コアサテライトとかセンターペリフェリーという構造になってたのに対して、むしろ楕円の構図とか、あるいは軸が3つあるような構図になってて、でその3つの 構図の中で、その相互に調整して、伴走膏張りをやることによって、当面の、その、なんか、金融不安とか、金融危機が勃発した時に、それがストレートにその世界金融危機になるのを防ぐような手立てっていうのを作る必要があって、で、これはまあ、いろんな、 あの金融安定理事会とかいろんなとこで当面の絆創膏う張りをどうするかという議論というのは行われているわけですね、これはあのバーゼル1が2になり3になり、さらにえその他のいろんな措置を取りましょうというようなことが言われているということからも分かるようにですね、ですからあの、ね、危機は起こるんじゃないんですか、それは起こりますと、絶対起こりますと、起こるのは、それは世界の経済を えー、支えてきた基軸通貨っていうのが今、すごく不安定化してるからですと、だからこれを安定化させるのが大事なんだけど、安定化させる代替物っていうのは、今まだ、えー、はっきりとは見つかってませんと、なんとかしましょうつんうで、当面の措置が、えー、公約張り的に次々に取られているというのが今の状況ですということですね。はい、ありがとうございました えー、時間が過ぎております、えー、これ辺で、えー、打ち切りたいと思います、えー、伊藤先生に今日は一言書いていただきました、えー、論語の言葉で、思い手学ばざれば、すなわち危うしということで、学、え、ん、ーまあ、でもいない司会に対する叱責だというふうに受けております、先生には記念のペンを日本記者クラブから差し上げて終わりにしたいと思います。どううも皆さんありがとうございました それではお開きいたします。どうも